有名になります。粘っている鶴岡です。奇跡の逆転劇を演じてきたファイターズ。2対1、1点差は9回の裏、第6球鶴岡に。粘った、ハーフに待ったか、止まったか、回ったか。止まって今、ボールから撮影する、ツーストライク、ツーボール。ちょっとバット出し加減でしたが、鶴岡止まりました。ツーストライク、ツーボールです。途中7球目になります。粘ればこの後は9番金井誠が控えます。投球7球目なんとか出塁したい。投球7球目です。バッティングを向上するか。全数投球7球目です。マウンド上フォーク総裁まだノーアイタポーションに入ります。全数第7球スローカーに粘ったフォーク見たボール。スリーフルカウント。
さてそれでは他球場ですが、NTT デーゲーム速報、京セラドーム大阪西武、9回の表西武が2点取って勝ち越しました。中村今度はタイムリーツーベースと2点タイムリーツーベース、ホームランの後2点タイムリーツーベースを2本放っています。1人でこれでですから5打点が来ています。岡井君おかわりばっかりですね。岡井大盛りがないな、ホットですね。おかわりがホームランと2点タイムリーが2本、6対4と西武勝ち越して9回の裏オリックスの攻撃、ワンアウトまで来ているという場面です。オリックスは3人目の加藤が出たんですが、おそらくこれ抑えの加藤から打ったんでしょうね、西武は、岸山本3人目、藤田から4人目、小野寺へと伝えています。なんかね、2位3位がこう勝ってね、はい、ちょっとこう今日勝ったな、ね、本当にソフトバンクも乗り込んできて2敗ってなるとね、はい、ガクッと4ゲームが5ゲームになるっていうと、かなりの勢い落ちするんでしょう。そうですね、なんか水を与えてしまうみたいな、はい、なかなか落下をしてもそれなかったファイターズ、では、この放送5時11分までお伝えして、この後ファイターズでないとなります。スタジオを呼んでくれます斉藤小泉さんです。小泉さん、それは5時も無事になりますよね。失礼しました。本当にあのリスナーの皆さんのメッセージもですね、徐々にという感じで、勢いがまだありません。ちょっとでもあーって感じだと思うんだよ、ね、そうなんですよね、って感じじゃない。はい、今スタジオもそんな感じなんですが、このあとファイターズではありますので、よろしくお願いします。お伝えしてまいりました。北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークスの13回戦、2対1ホークスが勝ちました。逆転負けです。勝ち投手ホールトンで8勝目になります。8勝4敗西武マハラについて21個目です。リーグ単独トップになります。負け投手立山で2勝4敗、立山4敗目です。ホームランはファイターズスレッジ15号、そのホームラン松田から2試合連続18号ツーランホームランが出たゲームでした。対戦成績昨日並んだんですが、ファイターズ 6勝7敗となりました。3時間4分というゲームでした。なお HBC ラジオでは明日午後0時50分から北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークスの14回戦、札幌ドームから実況生中継でお伝えいたします。明日もどうぞお楽しみに。この試合解説は1981年ファイターズ優勝キャッチャー大宮達夫さんでした。大宮さん、一旦ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ベンチリポート HBC 二上博之アナウンサー、 HBC 山内陽一でお伝えしてまいりました。札幌ドームから一旦